こんにちは。しかたまです。今回は今、超売れているスマスロ、北斗の剣について考察していきたいと思います。まず簡単にスペックの紹介です。設定は L を除き5段階。設定1、発射対確率、383.4分の1。機械は E、98%。設定2、発射対確率、370.5分の1。機械は E、98.9%。設定4、発射対確率、297.8分の1。機械は E、105.7%。設定5、発射対確率、258.7分の1。機械は E、110.0%。設定6、発射対確率、235.1分の1。機械は E、113.0%。となっています。通常時は離極通常天国、本全長からなる4種類のモードが存在し、天国以下滞在時はモードに応じて、チャンスアク、成立時の BB 当選率が変動します。天国へ上げてから何かしらのチャンスアクで BB を狙うルートと、地獄通常中の強水から中段チェリーから BB を直撃させるルートが王道となっています。北斗揃いは設定共通、7274.0分の1。天井は設定変更後は最大800ゲーム。それ以外は1268ゲームとなっている。恩恵は後継族が選ばれやすくなっている。また、天井短縮抽選もしており、300ゲーム、777ゲーム、800ゲームとなっている。777ゲーム当選は北斗揃いが確定。誤躍確率にも設定差があり、中段チェリー A、260.1分の1から230.8分の1。逆水化、109.0分の1から98.3分の1。強水化 A、546.1分の1から425.6分の1。リーチ目悪、16384.0分の1から8192.0分の1となっている。中押し時は、スイカの強弱が見抜けるが、AB は乱滅できず。順押しは、中段チェリーの A と B は見抜けるが、スイカの強弱は見抜けない仕組みとなっている。と簡単に、スペックを紹介したところで、最近噂されている。冷遇区間について触れたいと思う。機械は E が 70% くらいになるという噂があり、〇〇市がケンシロウ商店モード、ミミズモードみたいな感じ、を歌っていたが、それはサミー株式会社より指定の文面が発表された。信じるか信じないからあなた次第。しかし、冷遇区間はあると思う。ざっくり言うと、スマスロや 6.5 号機の場合、検定試験で1600で、M 区間で、目玉率が 150% 以上になると適合できなくなる。つまり、それに合わせるため、冷遇区間を設ける必要があるということだ。詳しく言いすぎると、有料級となるので、詳しくは言えませんが、簡単に言うと、冷遇区間があるということは、逆に優遇区間もあるということだ。優遇区間を狙ってる手はそこそこ、期待値は詰める。どこを狙えばいいかというと、前回、発射体ができるだけ重い、大直近1600ゲームで、マイナス1の体、前回発射体で単発を編み、3年ぐらいもない。ざっくりだが、こんな感じだ。個人的な考察だが、優遇区間で当たると、後継族が選ばれやすく、無双転生チャンスに入りやすいかなと思う。他にこうがないかなという意見など、あればコメントで教えてください。ここまで見てください。ありがとうございます。
よろしければチャンネル登録や高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。